はい六、えー、時半になりましたマダンバシジュンの、えー、グッドイブニング沖縄また始まりましたよろしくお願いいたします、えー、今日のお相手は、えー、マダンバシジュンとはいがっつりね正月をしたデミタンで行きたいと思います、はいえー、もうね正月もね一ヶ月前の話なのでそうだ <laughs> <laughs> えっと実はですねあのー、この この回から2月いっぱいですかね、はい、え収録になりまして、はい、えっとちょっと感覚が、ね、違うんですけどあの2月だと思って聞いてください。よろしくし,よろしくお願いいますであの2月の話題というとう なかなかないねってさっき話をしてたんですけど、ね、あのまあ一番ね沖縄であのー、気になるのは桜が咲くってことなんですね。そうですね。はい、あのー、まあ僕は神戸出身なので、はい、神戸にいた時はめちゃくちゃ一番寒い時ですね。もう花なんか全然咲かないような時期に沖縄も、はい、あのす、ー、でに、えー、桜が咲いてくるってのに最初驚かされました。はい。この辺違和感ありませんよね。 そうですね,はね私はもう全然なくて逆にその卒業シーズンとか、はい、こう入学式のシーズンに桜がっていう方に違和感があります、ええ、逆にあなるほど3月とか4月とかそういう曲が出るじゃないですか、ええ、全くそういうなんかイメージがつかないというかもうだって3月とか4月って沖縄だと葉桜になってるで、ね、頃ですよねもう泳げたりしてね <laughs> そういう時期ですからね あのでねば番気になってるのはなぜあの北部から、はい、あの桜が咲いてくるのかなっていうのがあ<ー>あの通常だと、ね、あの南は九州から、はい、え桜がだんだん咲いてきて1ヶ月ぐらいですかあ、ね、とになって東北、北海道桜が咲く、うん、南からこう来るんですけど、えー、なぜ 北北部かかから咲いていてくのか確かに考えたことなかったかも。<laughs> でねあのこの放送前に調べたんですよはいえっとねヒガンザクラとカンヒという種類でですね、はいうん、寒くなるところから咲いていくらしいんですね<ー>この種類は。ということであの北から咲いていくとはい,、はい、いうことで。 おととし、ね、ぐらいだったかなあの東村で住宅の建築があ,のありましてね、はい、でずっとそれに携わっている時がありまして1月の終わりぐらいからかなあの東村に通い始めた時からもう桜が、ね、見事に咲いているというところなので、はい、あの場所はです、ねえー、どの辺が一番きれいだったかというと。あの たぶん、黎美さんも知らないと思うんですけど、展望台っていうところが全然知らないですね、<laughs> 知らないでしょ、<laughs> えっとね、名護から1時間ぐらいかな、大宜味村の方になるんですけど、タミナトっていうところがあるんですね、はい、場所、えー、っと地域にで言えば、でそこから、ですね、えー、っとそこのタミナトから大宜味村に行く間の坂道にね、うん それは見事な桜が咲くというような場所があるので、はいえー、おすすめいたしますのでぜひ見に行っていただければ2月だったら、えーね、まだ咲いてると思うんですけどねなんか私、桜祭りとかって1月のイメージで <laughs> 今調べてみたら <laughs>、ええ、と一番早いところで1月20日かな1月20日から、ええ、なきジンきスク桜祭りから始まって。あ もううやっぱ一番北の方からです、ね、そうですすねねそ、はい、遅くても何日だろう、うん、2>, 2月の8日とかまではやってるみたいですそれがでもあ<の>今見てるのが北部なので、うん、多分、那覇とか南部とかになるともうちょっと遅くまでやってるのかなっていう感じですかね。はい 桜祭り結構名護とか北部は力入れてやってるイメージありますよね。一月の終わりに。一月の終わりから、あ<ー>まあ、中旬から終わりぐらいですかね。はい、<も>色がちょっと濃いんですね。そうですね。で、なかなか、あの。特徴としてはですね。あの、雨が降って、もう散らないんですよね。はい、ああ、そうですね。なんか。うんそう、だから、私、一回、その県外に行って、桜を見てみたいなって思って。 その理由がこの沖縄の桜ってこの何でしょうお花,花びらがひらひらと舞うみたいな感じじゃないですか県外の桜って。でも沖縄の桜ってこう一個がトトンボトンって落だからあんまりこう何でしょう川をきれいに流れてるとかそういう風景がなかなか見られなくて人に踏まれてぐちゃぐちゃになっちゃってるみたいな<の>、ね、イメージの方が。 三月のね中旬ぐらいかな、はい、あまあ初めかあの東京に千鳥ヶ淵っていうところがあって、はい、で速攻の桜は見事にこうこう散ってくるんですねで川川っていうかねあの、はい、えっと公共の公園沿って歩くとですね本当に綺麗なのではいはい一度ネムさん行ってみてください,いあれは感激しますよあとあれですね、うん、この大学の授業であのええ、何でしたっけ花 ええ、滝蓮太郎の隅ああ、はい、田川のあるじゃないですか、はい、あれの授業をやろうみたいになった時に、あ<ー>もうその話になって、やっぱり沖縄とは桜の風景が違うから、ええ、どうやってこの曲を沖縄の子に伝えたらいいんだろうかみたいな、ね、話になりましたねなんかこうねあの、すぐ風が吹いたらすぐ散るようなね。そう うん、もう風が吹いて。風が吹いても、雨が降っても、なかなか落ちないものだと思う。ね、こちらの桜、も何があってもね。あの我慢強いっていうかね、全然散らなくて。そうですね。はい。強いですね。強い。あの沖縄の女性のようにね。もう何があっても。私は散らないよっていう、そういう感じかなっていうところが。ね、色も濃ゆくて。うん、なかなか、でもね、あのなれ。 慣れるとね、やっぱりいい,あのい,いなっていう感じと、はい、あそろそろ春だなっていうね、うん、3月だったらもう暑いじゃないですかです、ね、沖縄だともうそうなっちゃいますよね、うんうん、全然寒いしあ,ょあ、ちう寒いじゃん、暑いから。であの、例えば神戸に帰るとですね、まだ桜が咲いてるので、ね <laughs> うん、なんか時間の感覚はね、違うかなっていう感じがします。<laughs> 何回かに分けてじゃあ楽しめるんですそうですす、ね、そうね桜を はい。素敵だなというところなんで、まあ、2月といえば本当になんかねあの沖縄では何があるんですかねなんかイベントとしてはねそれ以外ちょっと調べてこかなかったんですけど一応でもおひおへむの案としては大イベントが待ってまして <laughs>、うん、このスタジオの大改修があるのでこの今、収録をしているっていう,う、ね、ことなんですよね。はい からぜひ1月中にね皆さん来ていただけたのかない3月からはまた新しいスタジオになるので、ええ、そこにもまた皆さん来てほしいですよねまあどんな感じになるか楽しみなのでまた、えー、皆さん来ていただければと思います 何でしょう2月のイベントって。えっとねあ、まあ、もう一つあるんですけどね、<laughs> はい、あの桜が咲くっていうのは、えっと、1月にムーチーっていうのがあるじゃないですか、食べ物の,の,の話になってくるんですけど、こちらの方が得意なんですけど、はいあの、ムーチーの季節が終わったら桜が咲くっていう、そんな感じみたいですね。ああそうかもしれません寒い時にやって、うん あれ何だったかな男の子がいるところだけとかだった気がしますね子供がいるところかなむちすか,無知なんかそんな、うん、だこのんでしょうひな祭りとか、ええ、その子どもの日とかの部類だった気がするんですけど<ー>違ったらごめんなさいなるほどなるほど <laughs> あの沖縄に住み始めた頃ですね、はい、シリアの企業の社長さんがですね やってきまして、マダンバシさん、マダンバシさん、はいあの、ムーチ作るんだけど、参加しないってことで<ー>あの、参加させてもらったんですよ、早速、はい、珍しいんで、で、あの皆さん、敵はいいんですよね、家族で、役割も決まっててです、ね、でで、すね僕は何をするかっていうと、その庭に生えている、はい、えっとあれ、な 月頭の葉っぱですかそうですね早速手を切っちゃったりね慣れてないからだめだと切れるんですよで軍手をしてであのその鞭を作るんですけどあれ美味しいんですよねそうなんです月頭の葉がちょうど良くて匂いがついてねそうなあれはまあでも好き嫌いはあるかもしれませんけど私は結構好きでその頃はねあの 食べるものに困っていたんで何を食べていいか分からなかったんで <laughs> あのしばらくこれを、ね、冷凍保存しておきなさいって言われていただいたんで、はい、あのお昼ご飯によく食べてましたねあやっぱり厄払いのイベントだったんですけどす、ね、そこから子どもの成長を願う行事に変化したそうで、うん、ああなるほど子どもの人はまた違うんですかねまた違って、えー、どういうことですか特にその年に赤子が生まれたおうちは大忙しだ 無事に赤ちゃんが生まれたことを感謝してむチをいっぱい作るっていう、はい、風習らしいです私もなんかこのいとこがすごい年が離れてるので、ええ、この10歳とか離れてたからそういうなんか記憶があって、ええ、やっぱりちっちゃい子がいるところとかそういうなんか関係ないところも多分ありますけどね、うん、この健康祈願みたいなところもあるので。特に ちさい子がいるところは気合を入れて作ってるっていうあそういうことなんですねそうイメージは間違ってなかったみたいでなすごいですねファミリーマートでもムーチを売ってたりしたんですねあ僕3円まで探しに行ったことありますね<い>自分で作ろうと思ってでえっとなんかあの いいろんんな機材がるですね、うん、これが足りないからっていうこととあと結構ね材料費用が高いんですよね意外とだし大量に作ることになるじゃないですかその分もあるし、えー、あとなんか色3つぐらいあるじゃないですか,す、ね、なんか紫色のやつと白いやつとみたいな、うん、あれはえっと 何でしたっけ紫色は紫色は紅芋紅もうんかうちはパウダーみたいなのがあって紅芋パウダーみたいな、うん、それで味を味っていうか味と色をつけてやってましたね,ねあとは黒糖とかねと普通に白いお砂糖と,とか、はい、私でも圧倒的に紅芋味が好きですねなんかほとんどね月ッの匂いで消えちゃってるんでどれ食べても,れても同じかなっていました、ね、<laughs> えそうですか意外と、えー、あまあでも家庭って 家庭差というか地域差というかありそうですけどねあとはちょうどあそうかその後に桜が咲くんだけど、はい、あれですよね、えー、と旧正月もこの辺にくるんですよね。そうですね旧正月が今年はですねあの私の記憶が間違ってなければ2月18日ぐらいだったから、うん、8日かそれぐらいだったあ2月の8日ぐらいじゃなかったかな。旧正月 そうこの旧正月の <laughs> 今写真を見て思い出したんですけど結構、ランタンとかをあげてるみたいで、うん、あ,あそうななんんですかなんか読谷でそのランタンフェスティバルってやつをやってて、ええ、このランタンがいっぱい飾られてるお祭りをやってて、ええ、冬場は結構それに行ったりしますね、私はああか綺麗でいいんですよとかこの子供たちが作った創作のランタンとかがあったりして、うんうん、あいろいろです,そうです、ね、そう可愛らしくて。はい 旧正月って私のおうちは特に何かするイメージはないなお正月と旧正月ってどっちが盛り上がるかなってったら沖縄だったら旧正月の方が盛り上がるのかなと思うんですなんでなんでしょう本当は3回あるらしいですねえそうなんですか、うん、もう一つはあの春節っていうのは、まあ、中国のお、ね、な <laughs>、はいね、んですけど、まあ通常は今、沖縄で2回、はい、2> 正月と旧正月なるほど。 糸満とかは盛んにやってるということで、うん、そうですね糸満、うん、が盛んだって出てましたねなんかお盆とかも糸満は盛んですね,、うん、ねそういうなん,でなんでなんでしょうだし何かハーリーとかも糸満ってすごい盛んだな、ええですね、うん。 あのお正月ほとんど寝てた礼美さんとしてはこんな旧正月はどういうふうに過ごす予定ではないかと変わらずライブをすることになるかなとなるほどそうですねでも2月って意外と暇なんですよね意外とイベントなくて2月と8月かな、うんええ、なんかそれが結構不思議でいまだに謎ですね。 ここらで一曲流しましょうか。うん、ですね、あのリクエスト曲、あれ、わかりました。はい、まあ、ありました。にやりとりね、ねみ、はい、さんとやってるんですけど。毎回こうこ<れ>プレイリストを作って。ます <laughs> これわかるかなと思ったんですけどね。うん、はい、じゃあ、あの、あれですね、これは、なんだっけ、ティースクエアじゃなくて。ティースクエアですよ。あ,あ、ティースクエアですね。はい、えっと。エルミラージュ。です。 はい後半になりましたでいいんですよね、はい、ちょっとねあの <laughs> 実を言うとあのヘッドホンがの、えー、聞き取りが僕は悪くて、ね、はいタイミングが悪くてすいませんでした <laughs> まあ慣れないことなんでねあの一ヶ月先の分の収録なんではいすいませんえー、っとで何の話をしてたかっていうとムーチを食べたいっていう話ですねそうですね、うん、で、うん、まああの沖縄に来る 方行きたいなという時は、まあ、大体シーズンが多いじゃないですかでもシーズンがあしそのシーズンの時って高くてね、まあ、例えば、うん、1か月前のお正月とかですね、はい、高いんでなかなか来れない2月なんかは少ない時を狙ってくるっていうことも一つかなとまあ通常の 働いてる方は2月にね休み取ってくるわけにいかないんですけど、うん、まああの、えー、リタイアしちゃったよっていうねあのそこのあなた、えー、あの2月なんかは意外と、えー、曇りの日雨の日が多いんですけどね。そうですね。<laughs> はい、寒いし2月なんだかんだそうなんですよ。お二人ともなんでねもうもコもコ言ってるかっていうとなんか2月のなんかこう沖縄はこれだっていうところが意外とないなと。今見つけましたよ。 2月といえばプロ野球の沖縄キャンプがございますなので、なんだかんだ2月も観光の方はいっぱいいるのかもしれませんねプロ野球のファンの方もいっぱいいますし沖縄の野球ファンも2月は確かに沸いてるなっていう私の母がドアラがいるじゃないですかドアラがめちゃくちゃ好きで去年、そういえばついてったなと思ってドアラを見るためだけに。 なんかそのドアラ出現しますみたいなこの日出てきますみたいなカレンダーがあるらしくてでも、この何時に出てきますっていう表示はないんですよだけど、とりあえずこの日出てくるらしいから行こうってお母さんに言われて茶壇の,の球場に連れて行かれて突然行こうって言われていやでもドアラいないっぽいねって言ってたら急にわーって人だかりができて。 ちゃんと見たらドアラいるってなってそうなんです、ね、お母さんがめちゃくちゃ喜んでましたなので多分今年の2月もドアラを見に行くんじゃないですかね我が家は。だしなんかマラソンとかそういったイベントも結構あるみたいで、はい、この沖縄ならではなのかなと思ってこの2月にそういうスポーツ系のイベントとか、うんまあ、あったかいんでね。そうなんかやっぱ県外、はい 沖縄県民としてはやっぱ2月ってすごい一番寒いっていうイメージなんですけど、ねうんえー、いっぱい着込まないとやばいみたいなこの年に数回使うか使わないかのダウンを出してくるなら 2>,、うん、まあ2月だろうみたいな感じなんですけど、えーまあ、あのさっきも出ましたけど神戸に帰るともう雪降ったりしてね、うん、もうめっちゃ寒いんで。 で沖縄に帰ってくると、いやあったかいなっていうのはありますからね。二月ですらあったかいですよ。でも今年十二月とかも全然寒かったですけどね。あでもお正月はねたかかったそうですね。T シャツでいましたから。T シャツでした私も。はいあのね羨ましいでしょ。あの沖縄に来てくださいね寒い時期にね。はい。そう寒い時期だから二月とかに私たちは寒くても県外から来れば全然寒くないっていう。そうなんですよね。 2>, で2月、さっきの野球の話ですけど、はい、まあ仕事でね、北団町役場とか行くと、みんなあの、あそこはドラゴンズのね、はい、ユニフォームを着た役所の方がおられると <laughs> で、浦添市役所に行くと、えー、ヤクルトですね、そうですねみんな、市町村ごとに、そこの、はい、<laughs> そこに来るチームのユニフォームを着て。 みんな来てるんですよね、はい、なんか,もうなんかね、みんなユニホーム着て出てくるとびっくりしたんですけどね。昔はね、僕あの、えーっとまあせ、建築の設計をやっているときに、はい、どこだったかな、チーム忘れちゃったんだけど、離島にね、はい、キャンプ場があって、そのレストハウスを作ること,、えー、ところにね、協力をさせてもらったことがあるんですけど。レストハウスですかはい、はい どこか忘れました <laughs>、はい、そうですね離島にも結構行きますよね。日ハムってまだビッグボスが監督されてるんでしょうか、うん、なんか名古屋で名古に<だ>そに日本ハム来るじゃないですか、うんはい、去年はなんか花火上がってるっつって。あ その辺ね、あんまり野球を最近見なくなってしまった、ね、僕としては、まだビッグボスいるんじゃないですか、<う>誰かと一緒に写っていた写真を、誰だったかな、竹内力だったかな、その辺のね、えー、誰だか忘れちゃいましたけど、写っていた写真を、えー、去年、見たことがありますね。 友達結構、名護に住んでる友達が何の花火か分かんない花火が上がってるって言いまして、ええ、しかも2月とかじゃないですか余計、何にもない、うん、時期なのになんか花火が上が上っってるってる沖縄ってよくあの急に花火が上がる時ありますよね。ありますあります。うん、大晦日かも上がるし、はい、あと、なんだろうな宜野湾だったらそのアーティストのコンサートとかで花火が突然上がったりとかも。ええええ あっ北谷とか,側から土曜日に毎週上がってたりとか、はい、こうお祭りでも何でもない花火っていうのがですよ、ね、確かにいいっぱいありますねあの僕は牧港に住んでるんですけど、はい、いきなり、ね、あのその目の前にあのでかい音がして花火が上がってた <laughs> 浦添市役所の,あの辺りかなと思うんですけどね。 なるほど。ムも突然花火上がるんだ。でもずっと特等席で見てる感じで見えるんだね。あこんなところに上がるんだ。ここでも。はい。ここでもみたいな。そうですね。上がり方しますよね。で猫たちはみんなびっくりしてねあの隠れてしまうんですけどね。ええ。あでも猫ちゃんはやっぱり大きい音苦手でしょうから。もう何かあるとねあのあれですよ。 あのどこかに行ってしまうんです、ね、<laughs> 見つからないところにね。猫ちゃん、大事にしておかないと、あ地震のともね,あのね、沖縄あの、まあ、この間は、えー、沖縄地震あったんですけど、はい、沖縄もあるじゃないですか。ありますよね。で あの地震動いたなと思う前に、ね、猫の方が先に反応してしまってああありりりままますすすね沖縄だと小さちちい揺れでもめちゃくちゃびっくりしてしまいま地震経験者としてはちょっと揺れても、ね、もう中腰になりますね、中腰でも這い回るというね。えー そんな感じなんですけど、はい、えっと地震の話なんですけど花火でしたよね。花火の話をしましまた、うん、これから1か月、えーっとですね、あのこの FM 技能案も改修工事に入りましてどんな形になるか、ね、私も全く聞いてなくてあかったんですかスタジオの中に、ね、い,いろいろといくつかの作品があってこんなふうになるとか。でもあ,あれからは、うん あれを作るわけではないいらしんあれはなんか学生さんが作ってくれてっていう話をしててで,、ね、でもなんか素敵なアイディアがいっぱいあってこれにそのまんまなってほしいみたいなアイディアも結構ありましたけどあすねそうバーだったりとか,、はい、なんか吹き抜けみたいになってるやつとか吹き抜けっていうか、うん、スタッフのところがころ、ね、そうかでそういうのを見るだけでも結構ですのでもし沖縄に来られてるそこのあなたいらっしゃればですねスタジオまだ 回収始まっておりますので、見に来ていただければと思います。回収どれぐらいかかるんでしょうね。一時間、一時間時には。一か月。か月、まるまる工事をするっていうことで、うん。ということですね。えー、ということで、また来週よろしくお願いいたします。ありがとうございました。あと三十秒あるんですよ。最後。えそうなんですか。<laughs> <laughs> そうなんです。もうね、目の上が、あの、あれが、あの、<う>赤くなってるんで。 途中で切れるかなと思っちゃったんで、はい、私もまだ収録に慣れておらず、はいまああの、これを反省の方として、<laughs> 来週はもう少し充実した時間を、ね、<laughs> あの持ちたいなと思ってますので、よろしくお願いいたしますね。